さんこんにちは。タレント歌手のハンドイエです、今日はね、あちらのバスで、ちょっとね撮影でこれから福島に向かっております。なんとなくですけど、なんか動画撮れたらいいなと思ってやってますので、はい、これが溜まってきたら YouTube にアップできたらいいなと思いながらやってます。今ね向かってたんですけど、途中で休憩エリアで今からご飯食べたりとかして、また引き続きホテルの方に行きたいと思います。撮影は明日なんですけど、今日はホテルに泊まって朝の4時半に起きて撮影する感じになるそうなので、頑張っていきたいと思います。それでは一応こっから福島の撮影のなんちゃらをスタート。何買おうかな。なんか1000円までご飯を買って食べていいみたいなんで、なんか何買おうかなと思って見ております。はい、食堂です。はい、これ食おうかな。飯だ。ではね、こちらのご飯をいただきたいと思います。はい、いただきます。おいしい。こちらもいただきます。地味にお腹空いてないようで空いてた。おいしい。今日はね、明日撮影なんで頑張りたいと思います。周りいるからあんま喋れないけど、肉久々に食べた。今日はね、早く寝て明日4時半から4時半集合あれ5時半集合4時半ぐらいに起きよう。ないけど、食べている姿をみんなに見られるのあんま嫌だ。あんま嫌です。嫌ですね。同じ事務所の仲間が今撮影、今日も頑張ってたみたいだけど、僕は今日ホテル泊まって明日から撮影だけど、めっちゃしんどいらしいです。暑いらしい。外での撮影みたいで、朝の、まあ、6時ぐらいから夜の6時ぐらいまで撮影みたいなんで、みんな頑張ってるんで、明日から僕も頑張るぞということで、
これが一番うまい。というか明るかったのに、もうあっという間に暗くなっちゃって、ちょっとあっという間がもう暗い、もう真っ暗。今何時ぐらいなんだろう、今は何時だろう。暗くなっちゃってバスに戻ります。はい、マスクします。バスはあっちだ、そこら辺だ。はい、休憩エリアでした。こんな感じ、きれいなね、はい、月が綺麗です。バスに戻る、バスに帰る、まだ誰もいない、誰もいないかも、全然誰もいない、まだ誰もいなかった。早すぎたね。もう早めになんか戻った方がいいと思ったけど、早すぎましたね、バスね。はい、好きです、綺麗です。てかね、もう本当に何もない。福島に向かってますけど何もないです。休憩エリアでした。本日美味しかったです。着きました、ホテル。4時間以上バスに乗りました。長かったです。着きました。8階です。はい、あ、ここだ。帰るね。開いた、開きました。どうなってんだ。キーホルダーを入れてください。あ、入れるのね。あ、電気ついた。入れたらすげえ。ホテル到着、バン。すごい寂しいすごい寂しいけど、あ、でもなんか広くて、あ、すごい、なんか休めそう、いい感じ、いい感じですね。めっちゃいいやん。すごいくつろげそうだね。あ、いい感じだね。ちょっとなんか不動産屋で物件見てる感じの、物件見てる感じになっちゃった。はい、ってことでですね、無事ホテルに到着しました。今日は人生初の、福島のいわきっていう
場所で、降り立ちました、今日は初日ということで今日ホテルに泊まって明日の朝4時半起きの5時半集合で、ね、撮影に行きたいと思いますけど、今回映画の撮影ということで名前はまだ言えないんですけど、すごい同じ事務所の仲間の話曰くすごく熱かったりしんどかったりすごいしんどかったりしんどかったりみたいなんですけど、本当に耐えて耐えて耐えるみたいな感じの撮影になるらしいんですが、明日から僕も耐えていきたいと思います。でどれだけ寝れるかがミソやねんっていうことで、どれだけ寝れるかが勝負みたいなんで、今はちょうど今何時だ、今9時になるんですけど、10時までには、寝れたらいいなと思っております、ちなみに前日僕は2時とかに寝てますので、目つぶってちゃんと眠りにつけるか不安ですけど眠りにつきます。なんかどうやら目をつぶるだけでも脳が休まるらしいので、目をせめてねつぶれたらいいなと思っておりますけど、結構ね快適というか結構快適なんで眠れるかなと思います。ということで、また明日から、今日28月の26日ですけど、8月27日28日と2日間撮影頑張っていきたいと思います。それでは、こんな感じでね、今回は岩崎での、映画の撮影の、このなんかレポというかやっておりますので、はい、引き続きまた明日も明後日も撮って帰るところまで撮っていけたら撮りたいと思います。ということで、今日はここまで見てくれてありがとうございます。いや、また明日もだね、明日もやっていくと思いますので、はい、なんか寝起きは見せられないけど、いや、ワンチャン見せるかもしれないけど、お楽しみください。それでは、歌手タレントやってるアンドゥイヤでした。また明日おやすみなさいおやすみ、バイバイ、おやすみ。おはようございます。朝です。眠いです。ものすごく眠いです。行きます、撮影です。行ってきます。